はい、まもなく知床峠、知床峠、それで撮っています。今日はいい天気なので、羅臼岳がこのように大きなレンズ持ったカメラマンがいる、カメラの持ってる人がいるんですけど、何狙ってるかっていうと、銀山マシコっていうなんか赤っぽい鳥ですね、黒岳によく行って見るんですけど、 それほどたくさんここはいないようですね。知床峠です。国後が左に見えます。そうしてですね、今ちょっともう向こうの遠くに道が見えてるんですけど、ここから400メートルか500メートル向こうに、このようにコンクリートみたいな、そういうので壁があるんですね。で、何日前だろう、日曜日の午後、ティップの王さんがラオスからここ通って向こうへ戻るとき、もう少し先でクマを見ています。その場所が分かったんですね。分かったので、紹介できると思います。もっと向こうかなって私は思ってたんだけど、この辺違うか、あ、この辺ですね。この辺かな。ちょっと待って、違うな。ここですね。この壁の上とか、この辺りの上にいたのを写真撮ったんですね。だし距離 5、6メートルで撮ってるということになります。あ、今通ったこの中のどこかですね。外へもし飛び交わってたら困るから、外へは出れんかったって言ってました。